1000円かわいい。粘土とかは200円の商品とかなちゃんこれな、どれかかわいい、かわいいな、はい、あと5個、あ、いや、ここに音楽とか楽器がある、あ、これ50円で持てる楽器、そうだ、持てるやろ、一緒、そうや、ビッグアートミュージアム、ないよない、印刷できるマグネットしかない、そうなの、うん、あのカレンダーかけるよ、あ、何喜ばないやつって一応ね、あとね、僕ね羽根つきがうまいんで、これ二人でやりたいと思います。羽はあるんですかね、バドミントンの羽、あ、じゃあこれ、あ、これがついてるな、あ、ついてる、玉がついてる、ね、なるほど、これイエイ、好きやね、それ何回も買ってます。でもさ、170点とかさ、180点ってこうとかさ、出てないの、そうですね、真ん中ぴったりで、はい、今のところ全部おもちゃです、グラグラバランス、色、箱の色違い買ってるし、俺もみんなでやりたいと思います、あ、違うゲームか、違うゲーム、隠れて人に打ちたいと思います、パンパン、寝起きドッキリですね、はい、お手玉やります、あとこれもう一個、もう一個、あとこっちも寝起きドッキリか、隠れてバーンってやりたい、隠れてバーンってやりたい、はい、誰でもできるマジック、わーい、カード勝手に上がっていく、はい、説明書、説明書付きね、はい、それマスターしてくださいね、これだけで、はい、わかりました、はい、全部おもちゃです、レシートない、レシートない、おもちゃです。おもちゃ、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 おもちゃ。しっかり1080円でございます。はい、1080円。はい、じゃあ袋に入れて向こうで遊んできてください。めっちゃすごく眠たそうですね。いや、眠くない。全然眠くない。はい、ちゃんと1080円でございます。はい。はい、ごめん。フローリングウェットシート。このウェットシートは猫ちゃん、ワンちゃんいる家には便利。便利ですね。100円やし。結構厚手なんです。30枚も入ってる。いいよいいよ。なんかあのポイントカードとか入れよう。おお、いいね。実用的なんで。スイングジャグジー。イエーイ。スイングします。ここが。おお、いいね。いいですね。あ、うん、わかるわかる。はい。カファンで取れるやつやな。そう。あ、それ私も買おうと思った。マグネットコレクターのママのために。やったー、マグネット好きなんですよ。このイクラがほら、そうそう、飛び出てる感じがね、そう、マグロもあったはずやけどな、うん、マグロ好きくないからやめた、年が変わったのでスケジュール帳、やっとやっとキティちゃんしかも、そう、キティちゃんがあったからラブ、やっとかよ、何なんだ、あ、かわいい、何かに使えるかな、うん、これ何なんだ、あ、2人とも8個、8個、書類の整理、おー、賢い、それちなみに私も2個持ってます、はい、次、はい、定番のボールペンです、あ、それなんか前回セリアで買ってた気がしますけどね、買っても買ってもなくなるんです、買っても買ってもなくなる、はい、ラスト、じゃじゃーん、おー、やるんですか、あなたも、ちょっと勉強してみようかな、ルービックキューブデビュー、ちょっと今ルービックキューブブームなんです、この前初めて触って、こうも回るのにこうも回るやん、当たり前のこと言ってる俺とシュータもその反応だった、それが分からへんかったからすっごい思って当たり前のこと、興味津々で買ってみました、はい、以上です、すごい100円って安いね、安いね、
何が？すごい実用的でしょ。のルービックキューブ100円安いし、なんかすっげえ気になるそれ。1080円、はい、よろしくお願いします。はい、まーちゃんでもこれから出しちゃうと分かんない。この人形ね、まーちゃん、まーちゃんが欲しかったこちらのお人形、おー、エリーちゃんです。エリーちゃん、ね、かわいい。それからこの着替えね、でエリーちゃんグッズね。おお、いいですね、これでかわいい。じゃあ猫ちゃん、イエーイ、かわいい。あれどことなくまーちゃんに似てる。あれまーちゃんに似てるってやった。これ車のヘッドレストにこうつけて、あ、すごい、いい、それいい。100万円イエーイ、リアル。はい、こちら出た出た。結構有名かな、ボクシングができるね、カンガルーのボールペン。猿のマグネット、これ実用的。ああ、いいですね。こちらでございます。あ、もうまーちゃんやんな。はい、まーちゃんかわいい。バナナでございます。すごい、リアル。かわいいクマのミニ消しゴム、匂い付きの。それ、あの、私買おうとしてました。危ない危ない、かぶるとこやった。消しゴムでございます。フルーティーな匂いがします。かわいい。どんな匂いかな。香りする香りする、かわいい。以上です。はい、かわいい。全体的にピンクですね。ピンクや、かわいいです。ありがとうございます。はい、OK です。ナナちゃんは、はい、バケツ、カバン、カバン、はい、タンバリン、粘土、あ、粘土も、魔法のスティッキー、魔法使います。木金、鉄金、リコーダー、早いな。はい、風船、1080円でございます。ね、全体的にあの遊びたいんですよ。で、ピンクでカラフルなものが好きね。はい、いきます。あ、ナナちゃんのために買ったのに。あ、ほんまや、ナナちゃん。ナナー、よう、あいつら壊すんだ。あ、そうなんですよ、引っこ抜くんです。で、スマホ、スマホの充電器。はい、洗い物がさ、洗い物がね、大変よね。ね、大変大変。ここも 100円でこの50円。うん、すごいすごいすごい。うん、安い安い。いいね。それだけで400円っていうね。そうそうえ、はい、次。おお、さすがです。ここが欲しいんですよね。さすがです。基本的に。うん。でもその自撮り棒は私が欲しいんですよね。ここやろ。うん。カメラつけたいから。ここで寝まーす。はーい。はい。1080円でございまーす。はい、OK。これ取れてるね。はい、はい、私よくあの薬を飲んでるんですけど、胃薬なんですよね。やっと分けようかなと思って。でね、あの、私ボールペンコレクション好きなんですよ。ボールペン好きなんですよ。コレクターなの、ボールペンの。それをまとめようと思ってね。まとめようと思って、これ200円好きなんで。あ、ボールペンも、ね、ボールペンもね、すでに買っちゃいました。ドーナツでございます。この前ね、スクイーズでドーナツを作ってたんですけど、可愛いなと思って。私前髪留めて化粧を溶くことが多いんで、あ、これよく錆びて、ね、錆びてパキってなるんです。あ、マグネットコレクターなんで。マグネットね。いや、これはあのカレンダーのマグネットシート印刷するものがあったから、普通のカレンダー印刷してこれで貼ろうと思った。 あのなんか SD カード入れたりどうなってるんですか、それ。できるかなと思って。あ、絶対これおもちゃ箱とかにどっかに、うん、結構好きなんですよ、こういう系が。何それ。トリックアート、映画で出てくるのが、そういう本でございます。もうすでにその表紙でちょっと具合悪くないですか、うん、その鉛筆立てがね。そうです。 OK、 じゃあボールペンコレクションしていこう。ここにパツパツに詰まるわけだ。そうそう。じゃあ、いきます。これ、靴。何？チャック付き収納バッグ。そう、これ、意外と整理整頓できないですね。できないですね。だから、こう開けて、なんか一緒のブレバーって入れとけば、とりあえずこれ以上散らばらないなと思ったんで、これを3つ、電池。あー、なるほど。これ単2電池って意外とコンビニとか売ってないから。はい、ペンケース。シンプルか。いや、なんかこの、なんて、この硬いやつ好きなんですよ。で、真面目か。ペンケースに入れるペンもちゃんと。まあ、やっぱ鉛筆買ったらこうスケッチブック。ノリかよ。お絵かきです、お絵かきです。ちょっと大人なお絵かきです。あ、それ表紙はあの、つけさんが描いたやつですか。かっこいいですね。すごいすごいすごい。やめとけ。鉛筆削りですね。あ、それ見た、私も。種類合わせてください。これ、しかも。さあ、これ見て、よく見て、こっから毛虫かムカで出てきとんかなっていう絵をね。削りかす。
気づいた。キムシかムカデかって思った。それドクターイエロー持ったやろ。あったあったあった。トーマスだけど SL いいですね。おああおしゃれ、かわいい、かわいいか。文房具セットとおうち片付け。はい、というわけで誰が一番良かったかコメントお願いします。誰のお買い物が一番おしゃれで便利でお得で賢いかコメントお願いします。すでに高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。